どうも、のびちゃんのロテーションです。はい、こんにちは。今日はお店の中から放送でございます。はい、どうも、おはようございます。おはようございます。朝から巾着とテンション上がっちゃうな俺。なんでおめえ、なんだポケットになんか持ってきたな。おめえ、なんでおめえ、この特大サイズのおにぎり持ち込み禁止です。禁止してかけうどん、かけうどん頼んでこれよ、温めてもらおうと思ってきたんだ。俺今日よ、県に実はよプレゼントあんだ。なんか俺デザート作ったんだ。こっち来てるよ、並び。そこにじゃん、ヨーグルト作ったな。俺のヨーグルトだ。どうだおめえ。え？作ったんすか。だよ、やべえだおめえ。ちょっと開けてみろ。ヨーグルトになってっぺよ。おお、すげえ。ヨーグルトだ。ヨーグルトだ。だべ。じゃあそれもな、今日付き合わせに出してっからよ。あ、いいっすか。俺の手作りヨーグルト。やべえだ。腹壊してほしいのに。はい、とりあえずケチャー来てね、かけうどん注文されたらかけうどん作ります。ジャパンだって、俺の業界。はいよー、じゃあね、やい、キンちゃん、キンちゃんかけうどんしたけどな、キンちゃんだからおまけして、はい、あ、これおまけってキツネうどんにしてやった、キツネうどん。ありがとうございます。え、はい、あ、勝手につけて、あと割り箸料金しとくはい、これのぼったくりですね。軽いぶったくりだ。これまさか1枚1000円じゃないっすよ。1枚1000円じゃないっすよ。じゃあ1100円。あ、はい、俺もついでに作って一緒にご飯食べたいと思います。よし、じゃあご飯食い終わったらデザートやります。はい、よー、じゃあね、金ちゃんのご飯ね、そろそろ終わるんでね。はい、ケン、おめえ、これ俺作ったヨーグルト。これはすげえトロトロでまだ緩いな。はい、え、ほら、おめえ男の子だから青いっすね。どうだ、いちごジャムみたいにいっちゃったな、あのヨーグルト。食ってみろ。あ、デザートに早いっすかね。え、そうだ、ぬるいが。わあ、ぬるい。冷蔵庫にお前2分しか入ってねえからぬるいな。飲むヨーグルトに飲むヨーグルト、まだちょっと早いな。早いっすね。ああ、まあでもヨーグルトだべ。ヨーグルト。え？あ、これイチゴ入ってるからうまいっすね。味はいいべ。はい。イチゴの味しかしねえべ。うん。ああ、大満足だな。じゃあそれも追加料金に入れとく。はい。だからケンちゃんご飯食った後ね、あのうちのキミちゃんのなんか何やんの？玉交換。ああ。あのキミちゃんの玉交換するってキミちゃん玉ねえぞ。とりあえず車行ってるみたいさ。はいよー、じゃあね、はい、キミちゃん出勤してきてね。はい、キンちゃん、キンちゃん、キミちゃんの車、玉交換だべ。え、あかねえの。あ、いだいだいだ、粘ってんだね、めったにあげねえからね。はい、きれいに収入ってどこ交換、ブレーキランプ、ブレーキランプ、あ、どこか、どこ気づいた、誰が似合っちゃうの。ほんとね、友達に、うん、君、来てとってた。うん、それもかっちゃんとこにピースに行った帰りにお年玉置いて、それで帰りにコーヒー屋さんに寄ったら友達が来て、君せーんって電話来て、君せーん、左のランプ消えてるよなんて。いや、ドキドキしながら走ってるわよ、だから。いや、このな、電球とかいつ切れっかわかんないから、そこにわかんないんだって、後ろ出し見えないし。まあ、でもすぐ終わっから、はい、じゃあ金ちゃんがちゃちゃっと交換してくれと思います。はい、はい、仕事行け仕事。はい、またね。はいよ金ちゃん。はい。いや、ブレーキランプ交換。これだ、ネジ2つぐらいと思ってんのか。ネジ2つですね。あ、右下やってカバーバコッと外してだな。おかしいな、不眠坊さんなんだよな、ね、こういう作業で。こういう作業、不眠坊さん、不眠坊さんいにかな、今日な。こばし坊さん、不眠坊さんって決まってください、けんな。不眠坊。いや、南の空の下にいんじゃねえか。粘って取れっか。それ、弾あったの、こいつ。いや、今から買いに行く。あ、買いに行くのな。はい、ここ車屋じゃないんで在庫ないんで、ケンちゃん今から玉半年で見ながら買ってくれみたいだって。あ、うまく取れた。このな、電球関係はな、いつ切れっかわかんねえかんな、走ってて急に切れっかんな。はい、まあ簡単な作業なんで。あ、ないな、在庫は な、 な、 あればラッキーだったけどな。はい、じゃあケンちゃん今からちょっと買い物行ってきます。はいはい、よー、じゃあね、今金ちゃん買い物行ったんだけど、俺ジャンバー着てんだけど、これおもちゃん、はい、ジャンバーさん、なんかこれゴム紐くっついたんだけどよ、
なんかもうソーセージみたいになってんじゃなくて、きれいでも、もう長のゴムが傷んで、ダメだな、これ、切っちゃって。切っちゃって取っちゃうべ、これ。はい。もう取っちゃえ、取っちゃえ、こんなの。おいで。見てください。ほら、ゴムじゃねえもん、ほら。ゴム、持ってみましょうか、と。ゴムだったものが、はい、もう見るからにソーセージになってます。これな。なんか動くと引っかかってたからね。パキパキ言う。パキパキ？あ、本当です。本当だ。すげえ。はい、ゴムがパキパキパキになってたんで取っちゃいました。あ、ゴムだったのか。ゴムだった。あ、とりあえずまあ金ちゃん帰ってくるの待ってくれ。なんか君ちゃんの玉買いに行ったのと役所に用事あるってたから、はい、帰ってこないかね。かまいたいんだもん。寂しかった。寂しかったから。はいよー、じゃあね、はい、金ちゃんも帰ってまいりました。なんでやめクイズはいつも隠れんだ。車からパリパリなんだけどな、これな。おめえ何隠れてんだろ。何隠れてんの。なんだろうね。さすがに寒くてジャンパ来たな。はい、来ました。今日寒いもんな。はい、まあ、とりあえず、はい、今から決めちゃうんだけど、まず勝手に見せろ。なんでガスボム買ったの。ガスない。え、ガスない。ガスボンベ買ってた。え、料理作れないんで。料理作れないから、はい、ガスボンベ。ガスボンベ買ってきた。分かってきました。ごめん、俺のガス使ったべ、この間。え、2本使ったべ、返せ。まあ嘘だ。電気の玉もあったんだね。終わりました。じゃあささっと交換しちゃってください。はい。もうおめえ、おめえ帰ってくるの待ち遠しくて外でうろうろ待ってたわね。おめえ。とりあえず電気の玉交換してもらいます。いやいや、じゃあ金ちゃんね、玉交換開始になりましたね。はい、終わったな。はい、入った、終わり。確認ですから。はい、ここでブレーキ踏んでつけば OK だな。あ、 OK です。はい、バッチリバッチリバッチリ。はい、じゃあ今日の仕事終わりな。はい、よし、じゃあもう帰って。よし。はい、とりあえず無事にブレーキランプまで交換してるので、ね、あとはゆっくりまったりしてますんで。はい、また。はい、よー、じゃあね、はい、今ね、倉庫にいた金ちゃん連れてきました。寒いかな、倉庫な。寒いべ。はい。はい。お客さん、骨からどうせ。用事の時みんなこっち咲くから。あったかいし。何？焚き火。お前、倉庫の中で火使うな。ガスはいいけど、火、あの、バーベキューコンロな。そうそう。直火はすんなよ。コンクリート弾けちゃうから。ヘルカに木入れて、ヘルカに行って、励みして、はい、ああ北斗の拳のように、そうす、タイヤ燃やして、いやいや、タイヤ燃やさなくていい、燃やさなくて、とりあえずあの倉庫寒いんで店の方に連れてきたんで、こっちな、はい、面会してるみたい、店の方に連れてきたって、竹ちゃん捕まってる、何？竹ちゃん捕まってるって、なんだ、下着は軍勢な。下着はメーカー軍勢な。何すかそれ。お前知らねえのか軍勢。はい。え？はい。下着って言ったら軍勢だべおめえ。そうなんすか。だぞおめえ。下着はユニクロのエアリズムって。だだべ。最近のやつはそう言うんだな。はい、軍勢でいい、軍勢でいい。ブリーフか。え？ブリーフ。ブリーフだ。白いのな。そうですか。はい。とりあえず寒いんで金ちゃんと一緒に、はい、店でコーヒーでも飲んでお客さん来るの待ちたいと思います。うちの方のあの昼の営業はもうそろそろ終わりなんで、あとコーヒー飲んでっぺ。あ、そこ終わりか。何？あと君ちゃんからお金もらったしな。はい、電球代。はい、でそういうことで本日は久しぶりに金ちゃん帰ってきたんでちょっとハイテンションになっちゃいました。また皆さん会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。おめえいつも早いんだおめえ、はい、なんだおめえ高島かおめえ。へへへへへ、いいタクトじゃねえ。はい、バイバイ。